旅行大手の近畿日本ツーリストは、新型コロナのワクチン接種に関わる業務委託料を過大請求していた問題の責任を取り、高浦雅彦社長が辞任すると発表しました。また、現時点で判明している課題請求額は、最大でおよそ50の自治体から9億円ほどに上ると明らかにしました。